スペインの宗教に関する調査では、ローマカトリック教会がスペイン国内で圧倒的に最大規模のキリスト教の教派となっている。2011年8月に行われた社会学調査センター調査によると、約70.1%のスペイン人がカトリック教徒であると申告し、2.7%が他の宗教であると、そして約25%が無宗教であると、 回答している。ほとんどのスペイン人は定期的には儀式に参加しない。同じ調査では宗教的であると回答したスペイン人の56%が年間で数回しかミサに参列しないと答え9%が1ヶ月に数回は参列していると答え16%が日曜日には毎回参列するか1週間につき数回参列するという結果が出ている。 スペイン人の大多数がカトリック教徒であるが大抵の人々、特に若い世代は結婚前の性交渉や性的思考、否認に関して教会の保守的な道徳の協議を無視している。小教区に配置されている司祭の全体の人数は1975年には24,300人にいたが2005年には19307人に減少した。修道所も 同様に2000年から2005年にかけて6.9%減少し54,160人になった。サンティアゴでコンポステーラ大聖堂2005年に行われた最近のユーロバロメーターの調査結果によると、ローマカトリック教会が今でもスペインで最大の宗教となっている間に、ほとんどのスペイン人、特に若者はカトリックの道徳的、政治的、 性的な教えを無視し、ミサにも定期的に参列しない。西ヨーロッパでの世俗化の流れに従って、不価値論や無心論が社会での存在感を高めている。文化戦争が宗教よりもはるかに政治に関わっており、創造論のような宗教に関係する典型的な問題に対する大衆の関心の欠如が、そうした対立から彼らを遠ざけている。カトリック教会や、 その他の強派によるリバイバル運動の努力は彼らの以前の勢力範囲の外に対して顕著な成功を成し遂げられなかった。2008年のユーロバロメーター69によるとヨーロッパ全体では平均7%という結果が出たがわずか3%のみのスペイン人が宗教を最重要な価値だと考えているというさらに少ない結果が出た。 現代スペインの世俗的性質を示す証拠は、スペインでの同性結婚が合法化されたことに対する幅広い支持にも見出せる。2004年の社会学調査センターの調査によると70%以上のスペイン人が同性結婚を支持していた。実際に2005年6月には法案は賛成187反対147で可決され、スペインは EU で 同性愛者の結婚を認めた3番目の国家となった。この投票はスペイン社会労働党やその他の左派政党とこの法案に反対した国民党との対立とともに社会民主主義と保守主義との分裂を示した。司法手続きを簡素化するための離婚法に関する提案された変更や非合法政党を排除する法案は同様に高い支持を集めている。 アフマディアイスラム教共同体のペドロアバドにあるバッシャラトモスク。近年の移民の波が押し寄せ、特に1990年代やその後にイスラム教徒が増加し、約100万人が暮らしている。今日ではイスラム教はスペインでローマカトリックに次いで第二の宗教となっており、全人口の約2.5%がイスラム教徒である。 ヒンドゥー教徒とシク教徒は0.3%未満しかいない。スペインでの他の宗教は仏教、バハーイー教の共同体がある。ユダヤ人は全人口の1%未満しかおらず、バルセロナ、マドリードやムルシアで暮らしている。プロテスタント教徒も同様に移民によって人数が引き上げられたが、喫水のスペイン人の間でも小規模ではあるが、一定の力を残している。 カトリックが根強いスペインは、福音派のプロテスタント教徒によって、外国の宣教団にとっての墓地とみなされてきた。プロテスタントの教会には、約120万人の信徒がいる。移民の波が押し寄せるのに伴って、ラテンアメリカからの大人数の移民、その大半は熱心なカトリック教徒である。が、喫水のスペイン人の間で1960年代に、行われていたが1980年代には、 失われていたカトリック教会の日曜定期ミサに出席して、その一部を回復することを助けた。この数十年の間、政治的な領域へのカトリック教会の関与、特に右派の国民党所属の重要な政治家を通じて、オプスデー、新旧道共同体運動、あるいはキリスト軍団といった特別な組織を通じて、再び増加してきた。ラジオ局、 コーペといった新旧のメディアは、教会の所有となっているので、政治に対する、この新しい関与に貢献した。教会はもはや政治的に中立的で独立した組織だとは見られておらず、一般的に国民党の方針や政策に連携している。その結果、この影響は、世論の重要なところから、教会や国家によって、経済的に養われているというやり方に対する、 新たな批評を生み出した。7世紀に建てられた西元土族のサンペドロデラ、鍋教会。スペインはカトリシズムとイスラム教徒の間だけではなく、同様にユダヤ教徒の間でも発生した宗教的闘争から生まれてきて国民国家になったと見られている。イベリア半島のほとんどはローマ帝国の領土だった時に最初にキリスト教を消した。ローマ帝国が衰退すると、 ゲルマン人がかつてローマ帝国の領土だった地域の大半を侵略した。その後スペインは360年頃にアリウス派に改修していた西ゴート族によって410年に征服された。西ゴート王国がトレドを首都として建国され、彼らの王国はレオビギルドの時代に絶頂期を迎えた。西ゴート族の支配はスペインにアリウス派の心情を広めるのを促したが、 先住民は頑強にカトリック教徒であり続けた。587年にトレドにいた西郷土族のレカレド一千洋がカトリックに改修し、教義を統一するための行動を開始した。546年のレディダ公会議では聖職者を拘束してローマの祝福のもとに彼らに法の力を広げることが定められた。711年までには、 ターリク・イブンズ・イアードに率いられたアラブ人の上陸部隊がジブラルタル海峡を渡ってイベリア半島に入りグアガレーテ下半の戦いで西強盗ウロデリックを打ちまかしたターリクの司令官ムーサー・イブン・ルサイルはかなりの人数の援軍を上陸させ718年までにはイスラム教徒はイベリア半島のほとんどを支配し1492年まで 続くイスラム教の支配を確立した。半島の住民の大多数はキリスト教徒のままだったが、この時期にイスラム教徒は劇的に増加した。ズインミーという立場に置かれている間に、キリスト教徒というダイヤ人はより高い税金を支払わなければならず、彼らはイスラム教徒よりも強い立場に立つことが禁止された。1055年より前のイスラム教徒支配の時代は、 一般的にユダヤ人にとって黄金時代と受け止められ、スペインでユダヤ教の学問や精神生活が繁栄していたと考えられている。キリスト教徒がキリスト教の支配下に置かれたのはイベリア半島北部の周辺のみだった。ここにサンティアゴでコンポステーラの中心的巡礼地が作られた。中世の頃にはスペインは イスラム教徒の支配地域を取り戻すゆっくりとした動きを見せた。1147年にムワヒド長がアンダルシアのイスラム教徒の領域を征服した後、彼らはそれまでの寛容な態度を改め激しく、キリスト教徒を扱った。し回収、あるいは追放のどれかを選ぶことに直面し、多くのユダヤ人とキリスト教徒はムワヒド長の支配下から逃げることを選んだ。キリスト教は、 ムーア人に対して立ち上がって、彼らを追い出そうとした人々を団結させるのを助ける、文化的かつ宗教的な統合力を提供した。キリスト教とカトリック教会は、イベリア半島に対するヨーロッパ支配の再建を、形作るのを助けた。レコンキスタの後、キリスト教徒のスペイン人はムスリムを追放するために、戦っていたが、イスラム教徒やユダヤ人に対する異端尋問が、 イベリア半島の宗教的統一を成し遂げるために国王フェルナンドや女王イザベルによって実行された。その後の数世紀はスペインは自らをカトリック教会と競技場の純粋さの取り出として見ており、ヨーロッパではプロテスタント勢力と戦い、アジアやアメリカでは異教を排除しようとした。 スペインは新世界やフィリピンにカトリシズムを持ち込んだが、スペインの国王は教皇による内政干渉からの独立を要求し、国王の領域にいた司教たちは、スペインの王冠を通じてでなければ、教皇に報告することが禁止された。しかし18世紀には、スペインの支配者たちは、教皇権からさらに距離を置き、1767年には、イエズス会を彼らの帝国から追放した。 遺憾審問は1830年代に入って、ようやく廃止されたが、その後でさえ、信教の自由は、理論上では認められたが実践されなかった。マドリードが聖職者の給与を支払うことと、英代所有財産解放令によって、教会の財産を没収する代わりに、ローマカトリック教会に補助金を支給するという、内容の聖教条約に、スペイン政府と聖座が調印したとき、 カトリシズムは1851年に国境になった。スペイン第二共和制の世俗的な憲法が、スペインでの教会の覇権を脅かす、反共権的な数々の法案を課した際に、この法案は1931年に放棄され、その5年後のフランシスコ・フランコによる武装放棄に対する教会の支持を焚きつけた。その後に続く内戦では、共和国派の地域で約7000人の聖職者が、 共産主義者と無政府主義者によって殺害された。フランコ体制の到来は、教会の権利の回復をもたらした。フランコ政権の間に、ローマ・カトリックは合法的な唯一の宗教だった。他の教派の礼拝は宣伝することができなかった。カトリック教会だけが本を出版することが認められた。政府は教会を支援するために、聖職者の給与を支払うだけでなく、 戦争で傷んだ教会建築物の修復費用も支援し続けた。法律は妊娠人口中絶や避妊具を販売することと同様に離婚や市役所での結婚式を非合法化する法案が可決された。同性愛や,やその他の性的な考えさも同様に禁止された。公立学校でさえもカトリックを教えることが義務化された。フランコは小教区の司祭にまで格下げする。 拒否権と同様に、スペインで聖職者に関する人事権を取り戻して、これを確立した。1953年には、バチカンとの密接な協力体制が1953年のコンコルダートによって形成され、このコンコルダートによって教会は様々な特権を得た。すべてのカトリック教徒の結婚式を教会で行うことを義務付けられ、納税義務を免除され、 新しいビルを建設する際には助成金が支給され、教会が不愉快だと感じた内容を検閲し、大学を建てる権利を与えられ、ラジオ局を運営し、新聞や雑誌を発行し、教会の特権への警察の捜査から守り、兵役義務を免除された。1965年の第二バチカン公会議の宣言が、心境の自由を認めると、スペインでは、 他の宗教にも権利が与えられた。1960年代後半には、バチカンは臨時、もしくは代理の司教を任命し、スペインの教会を改革しようと試みて、それによって、同国の聖職者に対するフランコによる支配を回避しようとした。多くの若い司祭が外国の影響下に置かれ、労働司祭になって反体制運動の先導に参加した。彼らの多くは、 サハ政治家として人生を終え何人かは司祭の囚人のために作られた政教条約刑務所に収監された。1966年にはフランコ体制は他の宗教に対する以前の規制を撤廃する法律を可決したが、この法律は同様にカトリック教会の特権を再確認した。1953年のコンコルダートを改正するいかなる試みは、 フランコの徹底的な抵抗に直面した。しかし、1976年に国王フアンカルロス一世が一方的に司教任命権を廃止し、その年の後にマドリードとバチカンは司教任命権を教会に戻す新しい協定に調印し、教会は財政的に教会と国家を段階的に分離することを定めたコンコルダートを改正することに同意した。 宗教的な目的のために使われない教会の財産は、その後は課税対象となり、長年にわたって国家の助成金への教会の依存は徐々に減らされることになった。しかし、その縮小は計画通りに進まず、教会は1987年まで公的な助成金を受け取り続けた。スペイン人に信教の自由を認め、 カトリック教会を国教としての指定を解除する作業を始めるには新しい憲法が必要だった。新憲法を起草した人々は国家による教会への支援に関する論争に対処しようとしたが、彼らは完全に成功したわけではなかった。新憲法の最初の起草は教会にさえ言及せず、後から思いついたように教会の指導力からの激しい圧力の後に起草が含まれた。 第16条は公式宗教として、ローマカトリックを廃止して、カトリック教徒でない人々のための信教の自由が国家によって保護された権利であると定め、これによってカトリック以外の宗教に対する非寛容さにとって変わった。しかし、この条文は、さらに公的当局は、スペイン社会の宗教的な信条を考慮して、カトリック教会と その他の教派と協調関係を維持するとしている。それに加えて、第27条は、私立や教会に支援された学校のために継続的な政府の補助金を支払い続けると約束したことによって、こちらでも論争が巻き起こった。これらの学校は階級に基づいて、分離、不平等な学校制度を作り、高級化したという理由で、スペインの社会主義者によって鋭く批判された。 しかしながらこの憲法にはスペイン人の大多数がカトリックであることや国家はカトリシズムの教えを考慮すべしという確認を含まれていない。この憲法はスペインが非宗教的な国家であると宣言しているがフランスやメキシコのような来して国家ではないとしている。政府によるカトリック教会に対する財政支援は難しく継続中の問題であった。教会は 国家そのものが当時に果たせなかった不可欠な機能を何万もの司祭や修道所によって社会、健康、教育行政を国家が補助金と引き換えに行っていたと議論した。それにもかかわらず改定された政教条約は納税者が直接教会に回される彼らの税金の特定の部分を示すことができる仕組みを作ることで 教会に直接の国庫補助にとって変わると思われた。1985年まで納税者はカトリック教会への寄付のために最高10%を彼らの課税所得から差し引いても良いとされた。部分的にはカトリック以外の教派による抗議活動や時にはカトリック教会からさえも抗議活動が起きたので税法は2007年に 所得税の0.52%を協会に与え、それを政府の福祉と文化予算のどちらに割り当てるかを納税者が選べるように改正された。3年間にスペイン政府は協会に徐々に減らされていた補助金を支給し続けたが、その後は協会は自らの収入だけで運営しなければならなくなった。しかし政府は補助金を継続するとしており、 カトリックの学校に補助金を支給する仕組みは1987年には教職員の給与だけで総額300万ドルにも達し、それはスペイン教育科学省によって支払われた。スペイン民主会後期の始まりの頃に、スペインには約3900万人の人口がいたが、カトリック教徒でない人々は30万人以上はいなかったと思われる。25万人は、 その他のキリスト教派に所属しており、この中にはエホバの承人、モルモン教に所属する人々も含まれていた。スペインでのユダヤ人の人数は約1万3000人だと見積もられた。19人か20人に一人のスペイン人はカトリックの洗礼を受けて、彼らの60%はミサに参加し、約30%は定期的にミサに参加し、大都市ではこの割合が、 約20%に落ちる。1979年には、既婚者の約97%がカトリックに従って行動していると答えた。教会による1982年の報告では、前年に生まれたすべての子供たちの82%が、教会で洗礼を受けたという。それにもかかわらず、社会において、教会の立場の根本的な変化を生じさせる。 様々な力が動いた。一つの力は、スペイン人の大半の人々が経済的財産を増やし、社会はより物質的で信仰心が薄くなっていったことである。もう一つの力は、人口が農村から都会に移動し、教会でも人数が減少するに伴って影響力も低下した。これらの変化は、スペイン人が彼らの宗教的アイデンティティを変化させたことを示していた。 スペインでカトリック教徒であることは定期的なミサに参列する回数が少なくなってより重要な儀式、例えば洗礼式、結婚式、そして葬儀に日常的に厳守しなければならなかった。1980年の調査では82%のスペイン人がカトリックを信じているが、彼ら自身を善良な実践者だと認識しているのはごくわずかだと明らかになった。 この国の若年層の場合、さらに小さなあり合いが非常に良い信徒もしくは実践しているカトリック教徒だと答えている。以前の時代と比べて教会を拒否することは教育と同時進行だったとき、1980年代後半に研究が高等教育を受けている人々ほど実践しているカトリック教徒だという結果が出た。教会に対するこの新しい需要は、 部分的に政治における教会の新しい自制心になるということになっていた。内戦前の時代からの重要な変化において、教会は、教会と国家を分離せよという要求を受け入れ、スペインで、キリスト教民主党を決闘することにさえ反対した。政治的右翼と教会との伝統的な結びつきは、もはや政治的な好みを左右しなくなった。百八十二年の総選挙では、 実践しているカトリック教徒の過半数がスペイン社会労働党に投票した。社会主義者の指導層が不可知論を見せかけたにもかかわらず、調査によると40から45%の一般党員が宗教的信条を持っており、70%以上がカトリック教徒であると回答している。フランコ死後に入党した人々の約半数が、 カトリック教徒であると申告している。教会の役割に生じた様々な変化の一つの重要な指針は除解されたスペイン人聖職者の減少であった。1984年には同国には2万2000人の小教区司祭が1万人近くの修道像が7万5000人近くの修道所がいた。しかしながらこれらの人数は困難に直面した現実を隠した。 70%以上の女性が35歳から65歳で、平均年齢は1982年に49歳になった。最高齢層では、内戦で4000人の小教区司祭が死亡したという衝撃が少ない人数に反映されていた。最低年齢層では、より若い司祭の不足は、世界中で1960年代に感じられていた全般的な危機を露呈した。 その影響は特にスペインで感じられた。危機は聖職者として関わっている若者の人数の減少と除解を去る死災の増加で見られた。スペインでの神学校の学生数は1950年代には9000人以上がいたのに1979年にはわずか1500人にまで減少し、1982年にはわずかに増えて約1700人になった。 2008年には、これらの神学校には1221人の学生のみが在籍した。宗教的職業の社会的な意味合いの変化は、問題全体の一部であったと思われる。家族から聖職者を出すことは、過去に感じていた誇りを誘発することはもうありそうも、なかった。ほとんどの場合で主要な理由は、教会が聖職者の結婚を禁止し続けていることだった。以前には、 危機は、生殖者の年齢分布が原因でそれほど深刻ではなかった。しかしながら、20世紀が終わる頃には、深刻な不均衡は、生殖者になる人々と辞める人々との間で、発生した。危機の影響はスペインでの消極死災の減少。1979年に23,620人いたのに1983年までには、ちょうど2 2二千人になり、 2005年には19307人になったことで、すでに一目瞭然となっていた。新しい除会も同様に19%減少し、2007年に教会に所属している4500万人のスペイン人からの168人の生殖者という、史上最小記録で1998年の241人から2008年の196人にまで下がった。 修道所の人数も2000年から2005年までに6.9%減って54,160人になった。スペイン人の生活において、教会の役割が落ちているもう一つの兆候は、物議を醸している世俗的な組織オプスデーの登場であった。オプスデーは特定の政治哲学に固執せず、非政治的だと申し立てられていた全世界にわたる平身とによる 世俗的な団体だった。スペインの大学が世俗化していることに対する反応として、高等教育は、この組織の最優先課題とされて、この組織は1928年に、スペインの司祭ホセ・マリア・エスクリバーによって設立された。非政治的な姿勢を示した公の場での発言にも、かかわらず、オプスデーのメンバーは1950年代後半と1960年代前半に、 特に経済の政策決定の領域で、フランコ体制の重要な立場を占めるに至った。オプスデーのメンバーは、スペインの閉鎖経済が1957年から解放された後に、制度を設計した自由主義者のテクノクラートの立場を占有した。しかしながら、1973年のルイスカレー・ブランコ首相の暗殺の後に、この組織を影響力は劇的に小さくなった。 修道会とその活動の秘密性、そしてその神話の力はスペインで強い立場を維持するのを助けた。しかし1950年代と1960年代とを比べるとオプスデーは国の主要な宗教団体の一つであるという状態から脱落し、開かれて多元的な社会で争っている数多くの集団の一つでしかなくなった。ありがとうございます。